キョンコ様、おはようございます。瀬戸康史、今日も頑張ります。はい、ということでどうも、おはようございます。瀬戸康史でございます。どうも。若っかな、ここ若っかな、はい、これ。今日はですね、ロードのワイヤレス GO 2というですね、ワイヤレスマイクをサブカメラね、こちらのサブカメラの方につけてやっております。多分こっちのソニーの α7S3 のマイク使うと思うんですけど、練習でつけてます。はい。ということで、今日はですね、ちょっと、見てくださいよ。またほっとくと溜まっちゃう、うちの箱。ちょっと前にですね、最近買ったもの、もらったものを全部開けますっていう動画をやったんですけど、その時なんだったかね、1個ぐらいしか開けられなくて、そのまだ開けられてない残りが全部ここにあります。はい。それを開けることと、あとは最新の今、うちで開けてない溜まってるもの全部足して、今日本当に全部行きたいと思いますので、一気に開けていきます。よろしくお願いいたします。瀬戸康史の動画。はい。早速開けていきたいわけなんだけど、あのね、実はね、あれが来てないのよ。本日は3月の15日月曜日なんだけれども、3月の12日に発売しているはずのあれが来ておりません。ソニーの FX3 でございます。はい。YouTube でね、ソニー FX3 レビューとかって打ってごらんなさい。もう他の日本人 YouTuber たちがもうブワーって出てきますよ。皆さんレビュー済みでございます。でも私はまだやってません。なぜかというと、来てないからです。はい。なんで来てないかっつうと、FX6 っていうさらにでかい上位機種のカメラを下取りに出したからです。その下取りと同時にカメラ買いますみたいなやつがあるんですけど、下取り交換だったかな。それやっちゃったから、まだ来てないのよ。昨日マップカメラの自分のページ見に行ったら、僕ね、もう FX6 っていうあのでっかいカメラはもう箱詰めして送りました。で、それが査定されて、もうページに反映されておりました。ちょっとすごかったよ。今ね、なんか買取額アップみたいなやつがやってて、もともとは FX6 のボディだけで53万3000円だったんだけど、いろいろ買取額アップが入って、59万とかになりました。だから60万くらいで売れたの。すごいいいでしょ。もう品薄だったからこそ。結局 FX3 を僕は下取りして買うわけだけど、 FX3 がこれから届きます。プラスでマップカメラポイントが14万ポイントもらえます。はい、イエーイイエーイ。いや、すごいでしょ。もう FX3 に交換してさらに14万円もらえるみたいな。まあポイントだけどね。すっごいいいなと思って。だからカメラを売りたいときは本当にマップカメラね。うん、グーです、グーです。はい。で、一応査定は終わってるっぽいんだけど、まだ届かず。まだ発送もされてないみたいだから、2、3日かかんじゃない?ということで、話題のカメラを下取り交換で買うことは、あまりおすすめはできませんというか、まあ、最速で手に入れたい場合はおすすめしませんので、皆さんぜひご注意ください。はい、ということで、この謎のアングルでね、いいよね、これね。なんか、ちょうど別に狙ってなくて、なんか知らないけど、キョンコ様がここに入っちゃったんで、ちょっと面白いよね、つってね、Cさんと。ここでちょっとやってみました。はい、ということで、なんでお茶下に持っていこう。これやだよね、これ。ホコリ入っちゃうよね、これね。よーし。僕はね、いつもね、全部開けますとか言ってね、結局1個か2個しか紹介できない段階でもう1時間経っちゃって、それで、ああ、もうダメだ。次回に回しますとか言って、その動画がもう上がらないってことになっちゃうんですよ。皆さんすいません。今日はもう本当にハイペースでもうちゃんとスパスパって開けます。はい。ちなみに今から開けるぞっていう段階でもう13分撮ってますんで。いきます。はい。まずは、これ。ディ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 ーン。じゃじゃーん。インスタ360-1X2。これはですね、インスタ360さんからいただいたものです。結構前にもらったんですけど、開けてないままになってます。で、これはもうすでに YouTube 上にレビューいっぱい出てるので、開けません。開けませんというか、お見せするだけです。はい。で、こういうのもね、なんか、もらいましたよ。レンズキャップ。こういうのはね、付属品がちょっと多いからね、しまってくるのはかなり大変なんだけど、バレットタイムコード。あとはなんか棒みたいなやつかな。インスタ360棒。これだからカメラつけたりするんじゃない?うん。はい。一応、プロモーションビデオを下に貼っとくんで、見ていただければわかりますけど、なんかまあ、とにかく360度ね、ね。ほら、レンズが2つね、両面についてるんですよ。これだけ開けようか。これだけ開けましょうよ。お、すげえ、なにこれ。インスタ360の SD カード付きだ。しかも 64GB が2枚ついてる。これなんで2枚ついてんの?あ、え ?2 個入ってんの ?2 個セット?なんで SD カードが2枚入ってるんだろう。
超嬉しいんだけど。SD カードで一番喜ぶ男。SD カード嬉しいよね。やべ、もう出ちゃってる。デュデュデュン。おー。はい、これでーす。あ、意外とね、意外となんか、なんだろうこれ。ちょうど手にフィットするね。いい感じじゃないですか。ここがディスプレイになってて、ここがレンズですね。うん。で、両面についてるから360度撮れると。360度カメラって面白いなとは思うんだけど、俺そもそもアクティブじゃないんで、インド派なんで、あんまりこういうのが出番がないんですよね。だから、インスタ360も前のやつもなんか、いただいてあるんですけど、ちょっと出番全然なくてね、そこはちょっと申し訳ないなと思うんですけど。まあ、サブチャンネルとかからかな。ちょっと家の中だとね、あとそうそう、弱点として、家の中で使ってもいいんだけど、こういうカメラっていうのは、やっぱセンサーがちっちゃくて、その iPhone のカメラとかと同じで、めっちゃ晴れてるとこだと超綺麗に撮れるんだけど、この家のね、暗い部屋とかだと、全然こうノイズが出ちゃったりするのよ。もうそれはもうどれでも同じだと思う。うん。インドア派の人にはちょっと辛いところではあるんですよね。まあいろいろ遊べるおもちゃだとは思いますので、まあサブチャンネルとかでちょっと遊んで使ってみるところから始めようかなと思います。ありがとうございました。瀬戸康史の動画。もうあれですよ。昨日かな ?3 月の14日、東京、桜開花しましたよ。ねえ。なんだっけ、昨年と同じく史上最速の開花らしいですね。いや、びっくりしましたよ。で、今日もね、ポカポカで暖かくて、後ろ見ていただければわかりますけど、晴れてますでしょ?ねえ、なんか、春だね。春だね。ということで、ご機嫌でいきましょう。はい。次はですね、これちょっともう先やっときます。はい。こちら、デデレーン。これはすごいよ。もうほんとね、石田さんすいません。はい。僕がですね、4K の YouTube ライブ配信を頑張っていた時に、ちょっとお手伝いしていただいていた方なんですけれども、石田さんという方がいらっしゃいまして、なんか映像制作会社を自分で作ってて、その社長さんだったと思う。うん。すげえやり手の若い。俺よりも全然詳しい人なんだけど、その石田さんにいろいろこうサポートしていただきながら、YouTube のね、4K ライブ配信とかやってたんだけれども、その石田さんがですね、これ去年の末だったと思います。プレゼントくれたんですよ、これね。何かというと、ドゥルルルーン瀬戸康史の動画はい。すごない?なんかレゴのさ、瀬戸康史モデルが出たらしいのよ。5歳から40歳まで使えるということですね。ということは僕は使えませんね。なぜなら、ちゃんちゃいだからはい、ちゃんちゃいの方はこれは遊んではいけません。はい、えぐれ89康史瀬戸と書いてあって。すごい。しかもさ、この後ろの空見てよ。瀬戸康史の動画って出てくる、あの空の画像じゃん。すごいですね。で、この中身は僕まだ見てないです。いきますよ。せーの。えいうわぁうわぁあ、これ後ろのやつ、あれ、後ろの2体は、これあれか、着せ替えするってことか。めっちゃすげえじゃん、これ。で、プーン入れてくれてる。これマジのレゴだぜ。しかも S って書いてある、これ。俺も今 S って書いてあるから、スプリームの S。すごい。下にもあります。ちょっと行ってみようか。この子まず取り出して。おー、ちゃんとレゴだ。ちゃんとレゴで。うわ、すごい。え、下に何があるんだろう。あー、なるほどー。これなんだろうな、この服。俺なんか着てたことあったっけ、こんな服。で、赤これスプリームじゃん。あ、ジャイアンのなんか、ジャイアンの何かあるね、これね。着せ替えの。ちょっとなんか着せ替えさせてみたいね、これね。キャップを。あ、頭取れるんだ。はい、こんな感じになります。で、ここに、おぉ、完全にシュプリームじゃん。シュプリームにして、これ今プーン T シャツ着てるけど、ボディを、おすごい。え、これどうやって変えるんだろう、ボディ。これはもう首ごと取れるんだな、きっと。はい。はい、首ごと取れまして、で、こ、足も取って、これを、これだ。こう、これシュプリーム、あれ、あれじゃん、シュプリームのプロテクターじゃん、これ。で、こうだ。でね、ちょっとびっくり。これね、赤い剣みたいなのあるでしょ?え、ちょっとすごいんだけど。え、すごい。なんでこんなの作れんの?うわ、すごい。ジャイアンマグカップも持って、あ、人が来た。人が来た。はい。瀬戸康史の動画。はい、こちら。黒い髪の毛も入ってるんだけど、さすがにここまで石田さんにちょっと予想できなかったか。今私白髪なんですよ。だから白髪の頭入れて欲しかった。入れて欲しかったっていうか、それ贅沢。それは贅沢なんだけど、白髪でした。なので、赤い帽子にしときましょう。はい。うわ、すごい。いや、俺ね、なんでビビったかっつうと、もう先開けちゃおうか。これです。これ。いっちゃうよ。
石田さんちょっとすごすぎない？本当はあれか、ダースベイダーかなんかのライトセーバーのつもりで入れたのか。うおうおうお、すごいよ。袋もすごい、ほら。シュプリーム、ローリング、ローリングだ、ローリング。ローリングっていうメーカーみたいですね。おぉ、ウッドセーバー、シュプリーム、ローリング。で、こっち、こう、うおい。わお。ワオですよ、ワオですよ。合宿免許ワオですよ。バット初めて買った。すげえ、バットってこうやって入ってるんだ。うわ、すげえ、くせえ。くせえ。うわ、くせえ。くせえ。くせえ。ニス、ニス。ニスの強烈な匂いが。うわ、てっかてかやん。うわ、すご。見てこれ。うわ、かっこいい。はい、ご覧ください。ローリング、シュプリーム。27 time champions, world famous. だ、シュプリームは27回優勝してるよと。1994の設立当時から、ずわーっと優勝しまくって、優勝しまくって、優勝しまくって、優勝しまくって。2020まで27回優勝したと。そして、今年、2021年も優勝する予定なので、もう28回目のチャンピオンになる予定なんです。シュプリーム 2021SS ウィーク4がやってまいりました。さあ今週もシュプリームの新しいグッズを見ていきましょう。案内は私瀬戸康史でございます。ディリーディリー、行きましょう行きましょう。ディ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 。こんなチャンネルないじゃん。いやー、これはいいの手に入れたな。絵になるね。ちょ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 、ダイソンと被っちゃってるな。ダイソンとちょっと被っちゃってるけど、まあいいよ、これ。ここ置いとこう。いや、素晴らしいですね。はい。で、ちょ、レゴやってたのよ。レゴやってたんですよ。おいおい、見て見て、これ、ほら。このアングル最高じゃない？最高のアングルでの登場です。ツッツルー。はい。見てよ。予測していたかのような、この小道具ですよ。すっごいね。ジャイアンのコップも持ってて、こうやって同じになってみようか。でももうこれですよ、これ。これです、これ。これになってるんです。本当に一緒。一緒の瀬戸康史です、これ。瀬戸康史の動画。すごいんだけど、見てこれ。カメラです。で、この服は、俺こんな紫の服持ってたかどうかちょっと覚えてないけど、あれだね。パーカーだね。パーカーです。後ろこういう風に。ちゃんとね。そう、かわいい。かわいい。あ、で、石田さんからの手紙だ。手紙見てなかった。こちらです。手紙が、わ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 、すごい、すごいいっぱい、すごいいっぱい書いてる。ちょっと読もう。すごいね、長文のお手紙をいただきました。動画なので、ちょっとまあ、かいつまんで、読みたいと思います。瀬戸さん、メリークリスマス石田です。すいません、石田さん、すいません。石田さん、すいません、もう春です。こっちはもう春です、すいません。メリークリスマス石田です。今年はいろいろとお世話になりました。長年一ファンとして視聴してきましたので、私の技術が瀬戸さんへ逆にお届けでき、大変感慨深い年になりましたと。ネット環境アドバイスのツイートで少し触れたのですが、あ、そうだ。最初のきっかけは、僕がゲーミングルーター買って、それで速度が出ないとか言って、あっちの、なんていうやつだっけ？オヌ。光回線中端装置みたいな、オヌってやつがあって、それをなんかハブをかまさずに直接繋いだらめっちゃ速くなったみたいな。その時の解説の画像をめっちゃ丁寧なやつを作ってくれたっていうのが一番最初だったんだ、石田さん。そうそう、めっちゃいい画像だった、あれ。レゴですが、パーツを買い漁っていた時に、瀬戸さんじゃんってパーツがたくさんあったので作っちゃいました。え、すごい。そもそもレゴを買い漁ってるんだ、石田さんは。ほうほう、あ、これ瀬戸さんじゃんっていうパーツが、だ、コップとかカメラとかね、があったんだろうね。プンティに関してですが、デカールというものに挑戦しているところです。デカール、デカールってなんだろう。素人なもんですので、プーンの部分は爪など鋭利なもので引っかかないようにご注意ください。剥がれるかも。少々荒い点もございますが、可愛がってやってください。だからあれだね、これただマジックで書いてるだけじゃないんだ。爪で引っかかないようにしてくださいって書いてるってことは、これ盛り上がってるってことなんだ。いろいろ挑戦してんのね、石田さんも。多趣味だな。だってそもそもこのレゴをさ、買い漁っていて、わ、これ瀬戸さんじゃんっていうパーツだから、これだよね。シュプリームのプロテクター、これ完璧にこれじゃんみたいな。いろいろ見つけたから、あ、これ瀬戸さんにいけるじゃんって言って作ってくださったのが、もうこれよ。瀬戸康史の動画。レゴさんこれ出しちゃってもいいですよ。レゴさんこれ見てたら、だって勝手に、石田さんの作ったもの勝手にやったけど、ちょっとレゴさんこれ出しちゃってもいいですよ、別にこれ。ねえ、皆さんにお届けするために。瀬戸康史セット作れちゃうんだ。本当にありがとうございます。瀬戸康史の動画。
ということで、ただいま47分が経過しました。はい、聞いてて分かると思うんですが、私もうすでに喉が枯れてきています。ね、言ったでしょまだめっちゃあんのよ、めっちゃあるのよ。どうしよう、どうしようかな。ちょっと待って、一番もう、あ、わかった、絞ります、絞ります。ファイト。ちょっと待って、普通難しいな。もうね、もう52分経ってんのよ。52分経っちゃってるんですけど、ここで前後編にして切ろうかな。前編で、ちょっと、一番のやべえのをちょっとお見せして、終わりたいと思います。さっきピンポン来たでしょ？何が来たと思う？はい、こちらでございます。これは、やばいよ。最後これを開封して終わりたいと思います。ただちょっとね、箱を見せていいのかどうかとか、ちょっとマジむずいやつなんで、ちょっとわからんけど、これ多分ね、見せちゃダメ系のやつだと思うから、はい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 、ちょっとマジでこれはダメなやつなんで、ちょっと待てよ。いいよね、箱ね。いきますよ、せーの、つつー、ソニーのアルファ1です。これ新品じゃありません、貸し出し機でございます。一回僕はこれをポチったんだけど、その後キャンセルしちゃったんですよ。だからソニーさんが、いやいや瀬戸さん使ってみてくださいということで、お貸しくださいました。これはちょっとボディだけ見せて終わりかな、今回は。さあこれを片手までやるようなものではないと思うんだけど、とりあえずね、一週間ぐらいかな、あのレンタルしたのは。そんなに長いこと使えるものではないので、早く使いたいので、物をちょっと出しちゃいたいと思います。トゥルルルーン、うお、お、お、おー、いいね。いいね、いいね、アルファ1ですよ。はっはー、そして裏、そして上。上がすごいね。ここがすごいね。これね、これ不満な、いきなり不満言うなって話なんだけど、これ押しながらじゃないと回んないんですよ。これね。で、ロックかかるようになってるのね。でもね、これね、パナソニックだと、このロックのオンオフができんのよ。だってこれさ、どうしても手が離せなくて、こうやって回したい時あんのよ。もうロックかけなくていいからって時があるんだけど、そのロックかけなくていいからが、こいつできないのよ。ここもですね。ここも。普通これで回んないの。だから、こここうかけてこう回さなきゃいけないみたいな。別にそんなさ、間違って回ることないから、そんなに。うん、ここちょっとね、変えてほしい。ここもか。あ、ほら、ここついてんじゃん。これつけてよ。はい、ここの露出のダイヤルのところは、聞こえる？カチャカチャってね、オンオフできるの。で、回らないようにもできるし、回るようにもできるっていう。これがいいんですよ、僕、全部。全部これにしてほしかったなぁ。つうか、これあれだよね。もっとちゃんと後でやれって話だよね。はい。とりあえず今日は軽く。わーお。わーお。わおって言ってるけど、僕が今使ってるね、今撮ってる α7S3 と、まあ、そんな変わってないですね。うん。これ 8K 動画撮れたりとかね。あと写真の連写ね。あちゃ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 ってすっごい写真の超連写ができたりとか。まあ、主に、プロのカメラマンですね。写真寄りの人が使う。カメラ。なんだけど、動画も 8K が撮れるよっていう、そういうやつです。ということで、この α1 を私、ここから1週間ほど、ちょっと使わせていただきたいと思います。一番気になる点としては、今、皆さん見ていただいているこの画面ね、α7S3 っていうやつで撮ってるやつなんだけれども、これは解像度がすごい低いというか、センサーの画素数が少ないやつなんです。1200万画素ぐらい。で、対してこれは、これ6000万画素ぐらいだったと思うけど、全然、画素数違うのね。で、この画素数が全然違うカメラ同士で同じ 4K の動画を撮った時にどれぐらい見え方が変わってくるのかっていうテストをしたいと思います。それもしこれがすごい良かったら、それはもうお買い上げですよね。はい。一応海外のレビューを見ると撮れてくる動画の品質としてもこちらの方が高いということみたいです。あと 8K 撮れますから。4K だけじゃなくて 8K 撮れるんで、必要かどうかは置いといて。でも最近ね、うちの三才兄弟の長男がさ、12K 行っちゃったのよ。4K とか 6K とかじゃなくて、12K 行っちゃったのよ。長男が。うん。
あのブラックマジックのあのアルサっていうの、ウルサっていうの、すっげえでかい 12K のさ、もうキャノン砲みたいな、カメラ自体がキャノン砲みたいになってる、そのままブーンって飛んでいきそうな宇宙船みたいなカメラをなんかレンタルしていて、それ 12K 撮ってました。でもね、 12K って言ったらさ、もうデータサイズがもうちょっと意味わかんない感じになるんで、だって今はい1時間経ちましたね、 12K で1時間撮ったらどうなるんですか、教えてくださいお兄ちゃん。無理でしょ256GB の SD カードで撮れるんですか、 12K 1時間撮れるんですか、無理でしょ。そうなの、俺はこうやってね座ってさ、物に囲まれながらタラタラ喋る、しかも2カメですよ、2カメ、12K の2ケマ、12K で2カメで1時間撮ったらどうなるんですか、お兄ちゃん。何ギガになるんですか、何テラになる、何テラですよね、それはね。6テラぐらいいくんじゃないですか、それは。1時間2カメで 12K 撮ったら6テラぐらいいくんじゃないですか。ね。僕が今度組んでる自作 PC の SSD 4テラなんですけど、4テラ、2テラと2テラで4テラなんですけど、そう、そういう意味でも 12K は現実的ではないので、別になんとも、羨ましくもなんともないんですけど、いや、ちょっとね、人によって違うよね、スタイルって。ということで、私はなるべく小さくてコンパクトで動画のファイルサイズも軽い 4K カメラを僕は探してますので、そっちの方向で私は行きたいと思います。はい、今日はここまでだね、開けたかった、これ開けたかった、あとここにもまだ開けたかったのあるんだけど、あのすっごい開けたかったやつがあるんだけれども、これはちょっと次回に回したいと思います。ということで、瀬戸康史の、最近もらったもの買ったもの全部開けますスペシャル、全部開けられずに今日も終わりです。それでは皆さん、またお会いしましょう。チャオ。